皆さんこんにちは。霊夢です。マリサだぜ。今回の動画だけど、以前エアーの解説動画を公開したよね。翼人の呪いとか、ゴールの意味について解説したやつだよね。あの動画のおかげで、いまいちよくわからなかった部分が解消できてよかったんだぜ。そこで今回は同じキー作品である、カノンを解説していこうと思うよ。カノンもエアーと同じくらい感動するよね。中でもヒロインの一人、マコトについて取り上げるよ。マコトのストーリーは結婚のシーンでボロ泣きしたんだぜ。そういった感動シーンをあらすじを交えながら解説していくよ。ちなみに今回も京都アニメーション版を元に解説するので、ネタバレが気になる人は注意だよ。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。それじゃあ、まずはマコト編のストーリーを軽く振り返るよ。そもそもマコトの正体は、10年前にユウイチが出会った小狐だったね。怪我をしたところをユウイチに拾われて、水瀬家で一緒に生活していたんだ。けど、ユウイチは夏休みが終わって実家に帰ることになり、泣く泣く小狐を物見の丘に置き去りにして別れたね。ユウイチに捨てられたと思った小狐は、10年後、少女の姿に変化してユウイチに再会するんだ。少女は記憶喪失の状態だったけど、ユウイチに捨てられた恨みをぶつけていたね。その後、水瀬家に居候することになり、いたずらで迷惑をかけながらも、家族の一員になっていくよ。元気そのもの、といった誠だったけど、急に失踪した飼い猫のピロを無理に探し続けたことで、高熱を出したんだ。他にも箸が持てなくなったり、話せなくなったり、どんどん衰弱していって、ついには記憶が曖昧になるんだ。これは狐から人間に変化したことで、体に負荷がかかってた証拠だね。ユウイチは衰弱する誠を見て、その正体がかつての狐だと思い至り、過去の記憶を思い出していくんだ。また、ユウイチと同じように狐と友達になったことがある天野美潮によれば、誠は自分の記憶と命を代償に人間になったため、もう先が長くないことを知らされるんだ。それでもユウイチは諦めることはせず、誠のそばに寄り添い続けたね。誠もユウイチとずっと一緒にいたいと願っていて、少女漫画の影響から結婚することで一緒になろうとしたね。ユウイチは誠の望みを叶えるべく、物見の丘で結婚式を挙げたけど、ついに誠はその姿を消してしまったんだ。以上が簡単なあらすじだね。やっぱり結婚式のシーンで泣いちゃうんだぜ。それに記憶が曖昧になった誠が、それでもユウイチの名前だけは忘れていなかったのも涙腺に来るんだぜ。誠のストーリーは、狐と人間が種族を超えて家族になっていくところが、他のヒロインとは大きく違うポイントだね。どんなに喧嘩してもみんな仲良くなれるような気がする、そんな心温まるストーリーなんだぜ。けどやっぱり理解しきれない部分もあるから、ちょっと質問させてほしいんだぜ。もちろんオーケーだよ。じゃあまずは、狐だった誠はどうやって人間になれたの？それは誠が特殊な力を持つ狐だからだよ。特殊な力？どうやら誠のような狐は妖狐と呼ばれる怪異のような存在で、この町に古くからいるみたいなんだ。実は物見の丘の近くには稲荷神社があるんだけど、その神社に祀られている神様だと考えられるね。こんなところに神社なんてあったんだ、気づかなかったんだぜ。よく見ると何度も背景に登場しているんだ。神社に祀られるほど妖狐は神秘的な力を持っていて、その能力で人間の姿に変化できるんだ。なるほど、その力で誠は人間になったんだね。それじゃあ、次の質問なんだけど、結婚式をした後に誠は消えちゃったのに、ラストシーンだと誠が復活したみたいだよね。このシーンをどう解釈したらいいのか、一番気になってるんだぜ。ああ、これは誠が復活したとも、ユウイチの願望をイメージしたとも、いろんな解釈ができそうだよね。けど、個人的にはラストシーンで誠は復活していると思うよ。なんでかというと、作中で天野美潮が、あの丘に住む狐がみんな不思議な力を持っているとしたら、そんなあの子たちがたくさん集まったとしたら、とんでもない奇跡が起こせる、ということになりますよね。と言っているように、妖狐たちの力によって奇跡が起こり、誠が復活したと解釈できるんだ。確かに人間に変化できたりするんだから、狐たちがたくさん集まれば奇跡を起こせても不思議はないね。でも、いつ妖狐たちは誠を復活させたんだろう。作中でユウイチたちは妖狐と直接関わってないし、誠も他の狐と触れ合うシーンなんて見たことないんだけど。いいところに気がついたね。実はその部分が誠編最大のポイントなんだ。え、そうなの？この誠の復活なんだけど、実は裏から手を回した存在がいると推測できるんだ。本当？それって誰なの？実はピロがそうなんだ。え、猫のピロが？ピロは誠と一緒に水瀬家に住んでいたけど、急に失踪したことがあったよね。誠が探しても見つからなくて、高熱を出しちゃう時だよね。そう、この時ピロはだんだんと衰弱する誠を見かねて、妖狐たちに誠を救うようにお願いしに行ったと考えられるんだ。失踪した理由ってそういうことなの？でも、なんでピロは誠のためにそこまでしたの？
これは推測だけど、ピロは誠の親だと考えられるんだ。ええー、猫なのに親なの？あ、実は狐が猫に化けてるってこと？うん、そう考えられるんだ。ちょっと待って、なんだか理解が追いつかないんだぜ。ならこの部分は順を追って説明していこうか。まず、ピロが誠の親だと考えられる根拠だけど、作中で誠とピロが初めて出会った時、ピロは最初から誠にすごく懐いていたよね。確かに誠の頭に乗っかっていたり、いつも一緒にいたね。こうした距離感から、誠とピロの関係が深いことは明白だし、ピロが失踪したのは誠が箸を落としたり、一人で歯磨きができなかったりと、誠が衰弱し始めたかなり早い段階だから、この後誠に起こることを最初から知っていたように見えるんだ。そう言われると、ピロが誠を助けるために前もって行動してるように感じるね。しかも、誠が消えてしまったすぐ後に、ピロは水瀬家に帰ってくるんだ。多分この時点で誠復活の手はずは整っていて、誠の居場所を守るためにも水瀬家に帰ってきたと思えるんだ。失踪した時と帰ってきた時のタイミングを考えると、確かに誠の復活と関係ありそうだね。他にも作中で誠が言うには、誠が記憶をなくした後にね、助けてくれたのがこの子のような気がするの。お財布とか置いて行ってくれたり、と話していて、ピロが誠の面倒を見ていたようなんだ。確かにそんなことを言ってたね。ちなみにこの財布、ピロが月見やアユからくすねたものだと思うよ。そうなの、アユが財布をなくしてたい焼き屋に追われていたのは覚えているけど。実はアユが財布をなくした時、たい焼き屋にはピロもいたんだ。だから、ピロが誠のためにアユの財布をパクった可能性があるんだ。実際、ユーイチは誠が持っていた財布を初めて見た時、落とし物をそのまま流用しているみたいな財布と言ってるし、アユも水瀬家でピロと会った時、たい焼きを盗んだ猫だと認識していて、ピロがアユの近くにいたことは確かなんだ。話を聞いてると、本当にピロが財布をくすねたみたいなんだぜ。しかもそこまでするからには本当にピロは誠の親かもしれないね。ピロもユーイチたちと同じように、家族としてずっと誠をそばで見守っていたんだ。だからピロは誠が衰弱し始めたタイミングで、仲間の陽子に誠が消えないようにお願いしに行ったと思うんだ。そのおかげでラストで誠は復活することができたし、その誠を一番に迎えに行ったのもピロなんだよ。ピロ大活躍なんだぜ。おかげで誠も復活したと考えると、ピロって超重要なキャラクターだったんだね。でも、なんで誠はすぐに復活しなかったの？陽子たちもすぐには奇跡を起こせないってこと？一つの命を復活させるんだから、確かに時間がかかってもおかしくはないね。けど、多分誠は春が好きだから、桜が舞う季節に復活したんだと思うよ。作中で誠は、春が来て、ずっと春だったらいいのにね、と言っていたから、好きな季節に、好きな人の元に行きたかったんじゃないかと思うね。確かに厳しい雪の中で復活するより、誠の願いに沿って復活した方がいいかもなんだぜ。多分、春に復活させることも、ピロがお願いしたと思うよ。誠のずっと春だったらいいというセリフも聞いていたし、誠が消えた後もずっと水瀬家で居場所を守っていたしね。ピロ、いいやつなんだぜ。でも、復活するまで誠はどうなってたんだろ？多分だけど、魂となって雄一を見守っていたりしたと思うよ。ええー、魂の状態？そもそも陽子は、魂というか霊的な状態が本来の姿と思われるんだ。というのも、誠が雄一の目の前から消えた時も、狐の遺体となって残ったりせず、綺麗さっぱりと姿を消したよね。だから、陽子は本来肉体を持たず、目に見えない存在のはずなんだ。そう言われると確かに、誠は消えてなくなったんじゃなくて、元の魂の姿に戻っただけなのかもしれないね。それに、アニメの終盤で雄一が雪道で行き倒れた時に誠が現れたけど、この誠は魂の状態の存在だったと思うよ。この時雄一は死んでしまってもおかしくなかったから、霊的な世界に近くなって、誠の魂が見えたんだと思うんだ。その誠の正体もすごく気になってたけど、そう考えることもできるんだね。このように、誠は目には見えなくても雄一のそばにいて、春を待っていたんだ。そして、雄一が雪道に倒れた時も人間の沢渡誠さんを導いて、雄一が助かるようにしたと思うんだ。そっか、名前の由来にもなった沢渡誠さんを誠が引き寄せたんだと思うとなんだか感動してくるんだぜ。誠のストーリーはよく見ると、いろんな秘密が隠れているんだ。ピロと誠の関係とか、陽子の存在とか、こうした部分を気にして見返すと、新しい発見があると思うよ。本当、言われなきゃ気づかなかったんだぜ。それじゃあ、もうちょっとカノンの世界に深入りしてみようか。あれ、背景が変わったけど、どうしたの？ふふ、ここは、夢の世界。夢の世界？そう、ここは何でもありの、夢のような世界。想像力を手に、カノンの世界を読み解く場所だよ。なんかはぐらかして言ってるけど、それって根拠はないけど妄想でカノンを読み解くってこと？あ、バレた？まあまあまあ、ここではカノンをより深く楽しめるように、実はこうだったんじゃないかと、夢という名の妄想を語らせてほしいんだぜ。
まあ、さっきまで解説してもらってたし、面白い話が聞けるならいいんだけど。ありがとう。じゃあ、あくまで個人的な妄想として聞いてほしいんだけど。さっき、ピロは誠の親で、猫に姿を変えて雄一たちの前に現れたと説明したよね。うん。財布の話とかでそれは納得したんだぜ。だけど違う視点から考えると、ピロは誠の本当の親ではないとも解釈できるんだよね。どういうこと？もしピロが猫に化けた狐ではなく、本当にただの猫だとすると、ピロは誠の生みの親ではなく、狐の誠を育てた義理の親なのではないか、と考えられるんだ。義理？じゃあ本当の親はどうなったっていうの？これは本当に想像でしかないんだけど、誠の本当の親は10年前にすでに亡くなっているとも推測できるんだ。例えば天野美潮が幼少期に友達になって消えてしまった狐が、実は誠の親だった、という可能性が考えられるしね。そっか、誠の親も同じように消えたかもしれないのか。じゃあそれなら、ピロと誠はいつ出会ったの？考えられるのは、10年前に雄一と別れた直後だね。狐だった誠は雄一と離れ離れになった後、町に出て水瀬家にもう一度向かったはずなんだ。けど野生での暮らしと雄一との平和な生活しか知らない誠は、町で痛い目を見た可能性が高いよね。この時に町で助けてくれたのが、猫のピロだと考えられるんだ。確かに自然とそうなるかもだね。ピロは孤独だった誠を自分の子供として育てたってことだよね。そう考えられるんだ。ちなみにカノンという作品の特性上、ピロと誠が義理の家族であることは自然なことでもあるんだ。作品の特性、どういうことなんだぜ？タイトルのカノンなんだけど、これはもともと音楽用語で同じモチーフを繰り返し演奏することを意味するんだ。実はこの同じモチーフの繰り返し、というのはカノンのストーリーの大きな特徴なんだ。ああ、確かにこの作品は似たようなシーンが多いよね。雄一とアユの出会いが子供の時と高校生の時も同じ場所だったりね。そう、この作品はタイトル通り、似たようなシーンを繰り返し挿入するんだ。誠のストーリーだと、10年前に雄一が小狐を手放したのと同様に、誠がピロを野生に返そうとしたりね。そう考えると、人間の誠が雄一たちと家族になったように、実は狐の誠も異種族のピロと義理の家族になっていた、というのは作品の特性上違和感がないんだ。ああ、なるほど、そう聞くと、そっちの方がカノンっぽくはあるね。作中ではっきりと語られるわけじゃないから、どうしても妄想の域を出ないんだけど、誠とピロが昔から義理の親子だったと解釈できるんだよね。でも義理かどうかは置いとくとしても、ピロが誠の親なのは間違いないように思えるんだぜ。これは霊夢に解説してもらわないと気づけなかったから、教えてもらえてよかったよ。なんだかピロに注目しながら、アニメをもう一度見たくなったんだぜ。そう言ってもらえると嬉しいよ。じゃあ、今回の解説はこの辺で終わろうかな。今回の内容は特に濃かったんだぜ。ピロの話は本当に目から鱗だったし。カノンはいろんな解釈ができる作品だからね。皆さんも自分の解釈があったらコメントで教えてね。確かに他の解釈も聞いてみたいんだぜ。今後もカノンの他のヒロインについて動画を出す予定だから、チャンネル登録してくれると嬉しいよ。グッドボタンもよろしくなんだぜ。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。